どうもカントリーレンジャーズで今から来ました、ローリングストーンズでございます。今新入生の方ってどれぐらいいらっしゃいますか。ああ、いるけどちょっと少ないって感じですかね。はい、エリマはなんか結構ジャンルにとらわれずにいろいろと演奏できるサークルで、やっぱり先輩方もすごく優しかったりとかして、で会議室とかに行くとその楽器とか教えてくれたりとかするんで、本当にありがたいサークルでございます。ではそのそうですね俺がいいじゃないですか、代表あのね、イントレに出てた、ね、元代表とぐらい喋れませんけども、僕は初心者から入ったので、じゃあ、初心者の人に向けて話そうかなと思います。エリマはそうだな、上手い人、バカみたいに上手い人と、俺みたいにバカみたいに下手くそな人がこういるんですけど、その上手い人たちがそういうなんだろう高飛車になるわけじゃなくて、こう手を差し伸べてアドバイスをしてくれる、そういういいサークルですので、恐れずに、勇気を持って来てください。ありがとうございます。では次の曲いきたいと思います。Can't speed, but I'm wild, no sleep. Skydiving inside, sleep low, still flying. Wanted love, got no time for yeah.
じゃあそのまま次の曲に行きたいと思います。
結構ね、みんな僕には当たり強いんですけど、それ以外の人にはもうものすごい優しくて、なんかもうイエイイエイみたいにやってくれてて、そのみんなで盛り上がってる分、その裏側でみたいな人いるんですけど、僕が全部そういうのを背負ってるんで、新入ってきてくれる人はみんなもうすごい温かく受け入れてくれると思うんで、ぜひエリマに入ってください。ありがとうございます。早いものですが、次の曲で最後となります。はい、あ、待って、来ますか。なんか検査もできるんで、本当に僕も今検査してるんですけど、ビーバップってアカペラサークルと別に宣伝ではないんですけども、でも本当に両方しっかりとできるような環境ですので、ぜひ検査も考えてみてください。ということで、あ、おうっす。